はい、皆さんこんにちは、ユアンド委員長です。今日ねっていうか6月1日なんですけども、小顔矯正の授業をかける動画を撮りました。で、このまあね、かけた子がね、頭の形がめっちゃ綺麗なんだよね。まん丸なんだけど、まあ、こういう状態がまあこうなる絵とか、もう触った骨の位置がもうこう変わってる絵っていうのが撮れたんで、それをまあまとめて一本にしてですね、これ今オープニングですよ、その、はい、オープニングを一人で撮ってるんですけど、っていうか、この前にね何本も撮ってたんですよ。でさ、着替えて帰ろうと思って T シャツ着てハッと思い出して、本当バカだよ、バカすぎる自分が。でそれをちょっとやってみたので、授業っていうのはまあこういうことができるんだよっていうことで、まあ、見た人がちゃんと頭からケツまでですね、しっかり見てもらって、動いてないと思う人はもうそれでいいんですよ、別に。もうその人にとってはもうユアンドでは骨を動かせない、もうそれでいいですから全然、はい。でこれで動いたと思った人は骨は動くんだと、ユアンドなら動くんだって思ってもらえたらそれでいいです、はい。ということで、動画の方ですね、ちょっと見てもらいたいと。でまあね、送信骨盤矯正の AO とブースト半分かけてみたに出てくれた女の子をそのままちょっと出てもらって、まあほぼ最終的にはすっぴんになっちゃうんですけど、GO と関係ないんですけど、高額矯正のメニューでは全部入ってるんですけど、鼻が形がこうオープニングとだいぶ違うんで、まあ、それもちょっと注目してもらえればなということです。はい、じゃあちょっとですね、動画の方見てみてください。めっちゃ声入ってる子供の、こうですね、まあ、平行で撮るでしょ。でこう上から撮ると、多分こういうここのら辺の骨を狙っていくんで。はい、にっこりして、そう、はい、そう、いいよ、いい、それいいよ、ありがとうございました、うん、いいね、ちびっこが気持ちいいって言ったね今ね。なんで状態のかな。あー、いいわ、いいわ。あ、いいわ、これ。これで、右半分、GO のメニュー全部かけて、で、確認すると。鼻だけは両方やった方がいいね。よし、行ってみよう。今から、ここですね。この頭蓋骨8って言われる、これ右側からちょっと縮めていきます。こっちのね、顔の方は今、右半分、ちょっとね、スタンダードの増顔だけもう終わらせてるんだけどね。これ行きます。これ終わったらちょっと取りますね。これあれでしょう、置いてる位置の問題じゃないでしょう、これ。こっち側がグッと入ったんだよね、これで。あと、まあ、これでは分かんないと思うけど、この後ろ側、この後ろ、この骨もグッと上上がってる。いいね、その、何も言わずすって横向くね。おい、いいよ、おまあ、こんな感じですよ。これは水が、水分が動いたじゃあ、こういう形になんないからね。はい、じゃあ、これでね、ここから今度、頬骨からえらいってますね。これさ、触って。骨が見えるように。ここでしょ、はい、反対は、そこ。あ、本当だ。すごい、これ後でまた縮めるけど、ほっぺたの頬骨の位置もこうやってちょっと触ってくれない、こう。あ、え、そう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 。これはこれで水分が動いたってわけじゃないもんね、これでね、触って全然違うもんね、これ位置が。すごい。そうそう。いいね。いや、仕事できてるよ。オッケーオッケー。よし。これがさ、ちょっとやばいよね。つまんで全然そう。からと、あとちょっと正面からね、取り直すね。ほら、ここなんかさ、これむくみの問題じゃないもんね、水分動かすって言われちゃうんだけど、やばいわ。これちょっと起き上がって取ってみようか。これだよ、これだよ、これなんだよ。もう、あ、これすごいね、左がね、めっちゃ腫れて見える。
にってして。そう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 。いいよ。そうそれそれ院長の欲しいのそれだから。こう笑った時とかに分かるね、ここら辺なんで形とかが。で自分でちょっと骨押さえてみてね。確かに。これね、画面で見るよりも多分本人が一番分かるから。すごい。で頭も押さえると右側だけがへこんで、そうそうそう。へこんでる。すごい。髪の毛を縛った時とかに頭がすごい丸くちっちゃく見える。まあ、もともと、ま、頭丸くけどね。すごい。こことかすごいか。そう、でこんな感じで。で鼻も、まあ、あの同時に、まあ片方だけってできないんで、もうこれが鼻と目は、目は左まだやってないから、こう正面見ると左の目の位置がちょっと下がってて、うん、そう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 、こんな感じ。じゃあこれで全部仕上げたらもう一回ちょっと取り直しましょう。ああはいはいはい。ああそう、あそう、ああそう、ああそう、こっから見るとね分かる。これでね、ここら辺がぐいっとこう落ち込んだんだよね。で、これちょっと正面から見ますね。寝た状態ね。ちょっと触ってみて。あ、すごい。言い方が一致。ここがすごい、やっぱり。曲がったね、骨ね。うん、内側にずっと入り込んだ。鼻もね、すごい。そうなんですよ。彫りが深くなりました。なんかいやらしい表情になりました。それまた違う話かな。ちょっと起き上がって取り直してみようかね。はい、どう？いや、いいです。これさ、すごいよね。いやらしい顔になったよね。鼻をとんがらしたからね、だいぶね。うん、鼻は普通の口腔矯正でもついてるんだけど、で自分でこのエラの骨気になってたとことか。すごい、笑いやすくなったし。ね。で目が開く。そうそう、釣り目がちだったから、うん、ちょっとね、ここの骨を下にこう開くようにして、あの平行になるように、切れ長系の目になるようにちょっと作り直しました。作り直しましたって言えるのがすごい。でまあだいぶここがシュッとシャープになったからね。このねラインがいいですよね。こう全体グッて触ると、まあ、ワンサイズ中にするもんね。うん、ここの出っ張りがなくなりました。そうそう、いいよいいよ。そのここってな、あの脂肪って感じじゃなくても骨だもんね、動くのって感じにね。高さがここなくなった。そうそうそう、そうなんですよ。これがさ、すごいよ本当に。うん、全体的にちっちゃくなった気がする。まあいずれにしても聞きやすい顔だからね。このラインがだってすごいですもん、ここ出たね、すごい綺麗に、うん、こんな感じです。出てた骨がね。まあそういうことで、うちはあの測ったりはしないからね。あーいいわこれ。あーいいわ、本当ね、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとあれですよ、こういやらしい感じで手振ってもらっていいですか。あーいいということですね。まあこんな感じですよ。そうなんですよ。でまあ動かなかったと思う人は、まあもうこの動画も僕のこの主張も別に聞かなくていいですけど、動いたと思って見てもらえた人は、まあこういう結果です。その、美容整形みたいなこう大きな変化っていうのは整体にはほぼ無理だっていう部分もあります。はい、それはもうできないものはできないんですけど、なるべくこの中でできるように、この自分が人体にこう作用させることのできるものを常に研究して、まあ、このぐらいまではできるようになりましたっていう感じですね。はい、なので、そうですね、まあ、これで変わったと思える人は U&O では、本店荻窪店で2万1000円かな、でコースタワーで3万1000円ぐらいしか取ってないですね。3万だったかな。まあまあそれ、まあちょっとあのホームページ概要欄に貼ってあるんで値段確認してもらえばと思うんですけど、まあ一応本店荻窪店がまあ価格を決める時の基準になるんですけど、2時間だいたいかかるんですよ。で普通の口腔矯正のスタンダードっていうのをかけて、まあ、ちょっとね、あのコンプレッションっていうのでこの骨を狙う施術かけるんですけど、まあ、コンプレッションっていうのは僕が適当に名前つけたんですけど、でその後カービングっていうので流すと。でこのコンプレッションかける前の頭蓋骨映ってる時に、あの片方もう象眼がスタンダードが終わってるんで、ここら辺がもうスコンと落ちちゃったりしてるんですけど、象眼でも十分落ちます。そのスタンダードでも十分落ちます。でもそのサイズダウン、帽子ごとスカスカにするとか、そういったサイズダウンを目指すんだったら G をやってくださいと。でその3種類口腔矯正かけて2時間かかるんで、まあ1時間1枚取らせていただくという概念で2万1000円となってます。
はい、高いと思うか安いと思うかは、まあ、受けた人の気持ち次第だし、この程度の結果で2万も取ってんじゃねえと思う人はもう全然そう思っていただければ構わないので、うちで施術を受けなければいいだけの話ですから、はい、受けた本人っていうのは人が思うよりもその自分のコンプレックスの場所っていうのを強く誇張したようにこう思えているんですね。でその部分、例えばここの骨だったりもうエラのここの骨だったりっていうのが少し変わっただけで心には大きな変化が出るんですよ。コンプレックスの改善っていうのは本当小さな発見のその第一歩で変わるんですね。でそれで少しでも自信持ってもらえるとまあ嬉しいですね。一番嬉しいですね。はい。で、まあ、本店音銀窪店では、まあ、この施術基本的にこの骨の動かし方、今動いたと思ってる人に向けて説明してますけど、この動かし方のコンプレッションという施術、ジオの中で真ん中でやる施術なんですけど、そのコンプレッションが基本的には戻らないんですよ。ほぼアイス洗いとかする人はここ戻ります。戻りますというか自分のこの筋力の動きで骨がちょっとずつ動いてしまうんですよ。で歯食いしばる人はここの骨が外向きに、この食いしばる筋肉が外向きに力をかけちゃうんで戻ろうとします。はい。でもまあ基本的には戻らないと、ほぼ戻らないという感覚ですね。はい。たまに戻る人いますけど大げさに全部がポンって戻るってことはないです。でその中の縮んだ骨の上のむくみを取るメンテナンスがあります。でそれは高校矯正のスタンダードより安いですね。で一度治療を受けるとスタンダードはもう受けられないです。ただ痛いだけなんで全然動かないんで、このやり方でやると動かなくなっちゃうんですよ。はい。でその痛い施術っていうのはやった後、例えば頬骨をグッと沈めて痛い思いして沈めると脳が骨が胃がんだっていうふうに判断するので周りの筋肉に働きかけて戻そうとするんですよ。なので、まあ、痛い施術っていうのはあまり、まあ、おすすめしないというか、まあ、正直考え方が時代遅れですね。まずそれはっきり言いますけど時代遅れです。はい。痛くない、なるだけ痛くない施術で、まあ、脳的にはマッサージをされているようなリラックスした状態にさせておくっていうのがベストですね。そうすると戻らないんです。はい。なので、まあ、寝た先のね食いしばりとか歯ぎしりっていうのはねちょっと本人でもコントロールできないから、そのマウスピースつけてくださいくらいしか、まあ、言いようがないですけど、まあ口内ブースト、口の中をやるやつとかでここら辺の筋肉がこわばってたら中から緩めてあげたりとかすれば全然持つっていうか筋肉を固まった状態でこうまた骨を戻そうとする作用にキャンセルがかけられるんで、まあ合わせてですね口の中のブースト設置の方、歯ブラシでやるセルフ効果をですね U&で公開してるやつ、リンクにいつも貼ってあるやつなんですけど、それで、まあ、メンテナンスしてもらえればいいかなと。で一度本店音楽保店だと一度受けていただくと、まあ、半年間の間に1万1000円でコンプレッションだけを受けることもできます。まだちょっとクオスタワーだとまたシステムが違うので値段もちょっと違うんですけど、それはまあ、ホームページとか、まあ、スタッフの方に確認してもらえればなと思います。いやね、想像以上に一番ね見せたかったっていうか、こういうとこって、まあ、その中動画の中でも言ってるけど水分が動いたって言われちゃうんですよ。もうそれはさ、その場でこうその言ってる人に触らせない限りとか言ってる人に施術かけなければまあ、そういうふうに言われちゃうでしょう。それは、はい、仕方ないんですけど頭の形がねこう鉢がグッて張ってる人、角みたいに張ってる人がいれば、まあ、またねこれ動画で撮ろうかなと思ってるんで、ここの骨が動いてたら水分ですって言う方がどうかしてるんで、はい、まあ、この全然丸くできるんで、まあ、ちょっとそういう人ねまたちょっと出てみたいなと。ぐらい思いっきり顔いきますけど、まあ、それかまあここだけ撮ってもいいけどね、はい、まあ、そんな形ですね。まあ、これ今患者さんで見ておられたらね協力したいと思うんでしたらね、ぜひですね一回その G をタダでやりますからね、はい、そのここだけ縮めたとしても全部一回仕上げてあげるん で僕がやります、それは間違いなく、はい、なのでそういう感じですね。まあちょっとねどんどんねできることっていうのを証明しないと
ただね変なことを喋って質問箱に夢中で答えてるおじさんだと思われちゃうんで、まあ、おじさんですけどね、はい、まあ夢中に答えてますけどね、質問箱は大好きですけどね、ですけど生態もこうやってやってるんだよっていうことをね見せないと、はい、ただの本当だよ金髪のいかついおじさんになっちゃうからね、はい、ということでですね、まあ一人だとねあれじゃないですか、まあこの人にたまたまうまくいったんでしょっていう場合もあると思うんで、まあただまあ他にもね出てみたいと思う人がいればね、今ねあのまた新しいブーストスイッチの効果とかまた取ろうかなとか、あと二の腕がねめっちゃ痩せる技とか作ったんですよ、ここら辺のあのブーストスイッチの、ま、進化系で、まあ、ワインドブーストっていう、まあ、僕中二病なんでちょっとあの必殺技みたいな名前つけがちなんですけど、それはもうあのどんなお医者さんが見ても治してくれない病気だからしょうがないんで、そこはもうちょっとそのまま流していただいて、ワインドブーストっていうのを作ったんです。でそれがめちゃくちゃ効くんで、それの効果例とかですね、動画でちょっと撮って紹介できればなとも思っています。二の腕がねプルプルの人ね、でまあこうまあこうですね、こうやってこうまくって出していい人いたらもうここだけ撮るでもできるんで、はい、ちょっとスタッフに声かけていただければとても嬉しいです。ということで、はい、うまくいったかな、うん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。